この設定だけですでにですね、iPad は iPhone を通してネットワークできるようになってます。はい、この通り普通にですね、YouTube 再生することができています。皆さん、こんにちは。水おじさんです。今日はですね、一家に一台は iPad ということで、iPhone とはね、違う大画面で皆さんね、iPad の方を楽しんでると思うんですけれども、これね、外でもネットに動画にと使えたらなと思ったことないでしょうか。もちろんですね、Wi-Fi 版じゃなくてセルラー版というものが iPad にあって、そのセルラー版というのは、外でもね、通信できる方を買えば簡単にね、外でもネット通信できるんですが、本体価格自体は上がりますし、iPad 用のモバイル契約が iPhone とは別に必要となってしまいます。なのでたまにしか使わないのに高価な本体を買う、そしてモバイル契約をするというのはね、なかなか難しいところです。毎日使う人はね、その方がいいんですけれども、土日だけねちょっと持ち出して車でねちょっと家族を待ってる時に使いたいとか、キャンプ場でねちょっと使いたいだけなんだとか、そういった時だけ使いたいという方の方が多いと思います。なのでまあ家でね使えればいいかと諦めてるかと思うんですけれども、実はお手持ちのこちら iPhone ですね、この iPhone にiPad を接続すれば普通にですね、外でネットを楽しむことが可能です。今回ですね、その接続方法について解説していきます。まずこれをやると何がいいかっていうと、高い iPad を買う必要がないっていうことが一つと、外でね大画面でコンテンツを楽しめるという最大限にね iPad を活かせることになりますので、ぜひね今回覚えていってください。設定自体はたった一つです。誰でも簡単にできます。ぜひね最後まで見て外でも iPad を楽しんじゃってください。そして実際 Wi-Fi が全然繋がらない場所に行って本当に外で接続してきます。そこもね、私がねどれだけ田舎に住んでるかわかると思いますので、ぜひねこんなところに住んで YouTube やってんのっていうのもね含めてちょっとね楽しんでいただければと思います。宮城県の方、ここ知ってるっていう方がいるかもしれません。またこのチャンネルでは iPad の第9世代について他の iPad とサイズやゲーム起動の比較、そこからわかったすごいところの紹介動画や、 iPad って何ができるのというのをですね、 iPad でできること33個のことをですねまとめて、こんなことができるんだよっていうことをたくさん紹介している動画などがありますので、ぜひ見逃さないように今のうちにチャンネル登録をしておいてください。それでは行ってみましょう。はい、ということで今回紹介していくんですけれども、まずはですね使うものとしてお手持ちの iPhone、 こちらはですねさすがにモバイルの契約がある iPhone が必要です。なので代表的なところではキャリアで挙げればドコモ、 au、 ソフトバンク、楽天モバイルですね。その他格安 SIM と契約してても全然大丈夫です。 UQ モバイルだったり、アハモだったり、 LINE も Y モバイル、この辺も全て可能です。そして今回使用するのは iPad 第9世代の Wi-Fi 版 64GB です。なので iPad で一番安いモデルで Wi-Fi にしか繋がらないモデルです。なのですが iPhone にさえ繋げれば、外でねこの今ちょっと並べてますけども、 Twitter でも Apex でもディアブロでも原神でも本読んでも YouTube でもね何でも可能になりますので、これを実現していきましょう。で、注意点としては、 iPhone で契約している通信量、いわゆるギガを使います。 iPhone を通しているだけなので当然使いますので、そこだけは iPhone でね小さいギガプランで契約してるんだっていう方は注意してください。じゃあ早速 iPhone の方見ていきましょう。設定自体は先ほど言った通りたったの一つです。まずはですね、iPhone の設定を開きます。設定を開くといろいろ出てくると思うんですけれども、上の方にネットワークでくくったね、Wi-Fi とか Bluetooth とか出てるところあると思うんですけれども、ここにインターネット共有とね、おそらくね、あまり触ったことがない項目があると思います。で、ここで一つなんですけれども、このインターネット共有が出てない方もいると思います。もし出てない方がいれば、それはですね、申し込みが必要なんですね。使用料は基本的には無料なんですけれども、申し込み自体が必要な会社が、大手で見ると、au とソフトバンクは申し込みしないと表示されません。これ言葉的にはテザリングというふうに世の中では言っております。ただ iPhone の中ではインターネット共有としか言葉は出てきませんので注意してください。契約的にはテザリングの契約ということになります。なのでこの項目が出なかった場合はマイソフトバンク、こちらのメニューで確認してみてください。テザリングという項目がありますので、そこが申し込みになってなければ申し込んじゃってください。無料です。格安 SIM は基本的には申し込み不要で使えます。なのでまず出ているか出ていないかでちょっとそこは見てみてください。で、出ている方はこのインターネット共有をタップします。で、タップするとですね、このようにインターネット共有いろいろ出てきます。いろいろ出てくるんですが、気にするのはこの上2つだけ。他の人の接続を許可するのと Wi-Fi のパスワードを決めること。初期設定だと Wi-Fi のパスワードが Apple がおすすめする強力なパスワードになってると思います。なんですけれども、このパスワードを接続するときに iPad 側から入れることになるので、ある程度簡単なものに変更しても問題ありません。まあ、たくさんの、ね、人がいる場所で
接続されたくないっていうのがあるのであれば、難しいパスワードに変えといてもいいんですけれども、ある程度自分でわかるパスワード程度で大丈夫だと思います。絶対に8文字以上のパスワード設定必須なので、12345678とかじゃない限りはそう簡単にはね、外でその場でパスワード破られるということはなかなかないとは思います。なのでそちらを設定していきましょう。でまずやることとしては、この他の人の接続を許可をオンにします。でオンにするとこの時点でもう iPad から接続可能になります。ただ先ほど言った通り Wi-Fi のパスワードがありますので、ここをね少し変更していきましょう。これはね自由に変更して大丈夫な項目です。安心してください。本当に自分でしか使わないので。でここではねちょっと簡単にするために ABCDEFGH を入れていきます。はい、この通りですね、 ABCDEFGH まで入れて8文字ということで、これがパスワード入力終わったら完了の方を押してください。そうすると他の人の接続を許可するし、許可した上で Wi-Fi のパスワードは A から H までだよという風になりましたので、これで設定は終わりです。でここからが注意なんですけれども、最初だけはこの画面を開いたまま他のデバイスを接続する必要があります。なので今回は iPad の方をこの画面を開いたまま設定を押してみましょう。設定を押します。はい、そうするとですね、この通り今 Wi-Fi がですね、自宅の Wi-Fi に繋がってるんですけれども、この Wi-Fi をタップして見てみると、これですね、この iPhone M となっているのが今この下にある iPhone のことです。でこれは iPhone の名前が出ます。自分の iPhone の名前が出ていて、まあ一番わかりやすいのが一番右に 4G だったり 5G だったりモバイル通信の文字が出てますので、あ、これが iPhone なんだなってわかると思います。でこれに接続しようとすると、初回はパスワード求められますので、パスワードを入れてください。もしくは同じ Apple ID だと初回でもパスワード聞かれないかもしれません。それはそれでですね、自分でパスワードわかっているということで繋がると思います。で今回もですね、同じ Apple ID なので繋がってしまうんですが、もし違う Apple ID の方はこれタップした後にパスワード入れてください。じゃあタップしてみましょう。ここタップするとですね、ここ見ててください。ここが変わります。はい、この通りですね、 iPhone M に繋げてるんですよ。で分かりやすいところでは Wi-Fi のマークだったのが、ここ右上ですね、リングが二重になったようなマークになってるんですね。なのでこれがですね、インターネット共有で繋がってる印です。じゃあこの時 iPhone はどうなっているかというと、この通り左上見てください。 iPhone にも変化があります。緑色になりましたよね。なのでこの時計のところが緑色になってる時は、誰かがインターネット共有で繋げているということになります。これちょっとね、 iPad の方今通信 Wi-Fi 自体を切るとこれ消えますので、見ててくださいね。この緑が消えます。 Wi-Fi をこの通り今 Wi-Fi 切りました。はい、この緑も消えましたよね。こんな感じで繋げてる時は緑が出ますので、すぐ分かるようになってます。じゃあちょっともう一回接続します。はい、で接続されてるとこの通りですね、ホーム画面に行ってもずっと緑色になってるんですね。なので、あ、なんか接続されてるなと思ったら、ここ時間のとこタップするだけで大丈夫です。タップして今もう切りたいのにっていう時は、この他の接続を許可をパシッと切ればここ戻りますので、これでね緑に光ってたら、あ、おかしいなって気づけますので、そこまでね意識することなく接続して大丈夫だと思います。この設定だけですでにですね、 iPad は iPhone を通してネットワークできるようになってます。これすごいですよね。じゃあこの設定をしたので、早速ね外に行って、田舎でね Wi-Fi が一個も拾えないとこでつなげて、いろいろちょっとコンテンツを楽しんでみましょう。それでは田舎の景色とともにお楽しみください。どうですかこの田舎の感じ。まあここね、今角田市のとあるところに来てるんですが、まあちょっとフェンス越しになってしまうんですけれども、こんな感じの田舎駅から配信していきます。じゃあちょっとね実際に繋いでみましょう。はい、ということでね、実際今インターネット共有の方をオンにしています。でこのオンの状態で iPad の方を繋げてみましょう。はい、この通り繋がりましたね。もう起動したらね繋がりました。一度接続しているので簡単に繋がったり、もしくはね iPhone の名前出てきてると思うので、タップしてつなげてください。これ見てください、他のネットワークないんですよ Wi-Fi。 さすがど田舎です。なのでそうするとこちらの方にねちゃんと緑のマークが出てますので、これでつながったということになります。ということで実際今この iPhone M にしかつながっていない、要は Wi-Fi じゃなくてこのねインターネット共有の2つのリングのマーク、これでしかつながってない状態でインターネットができるかどうか試していきましょう。はい、それではインターネットの方を試していきましょう。こちらサファリの方をタップして、まあこれちょっと最初読み込んじゃってるので、他のページ Yahoo とか言ってみますか。 Yahoo をタップすると読み込みが始まって、はい、この通りですね、外でもねきちんとインターネットを楽しむことができます。はい、これねタップしてもほらちゃんとねページ行けるんですよ。これすごいですよね。なのでこういう風にインターネットを楽しむことはもちろんできますし、 YouTube ですかね、 YouTube なんかも行ってみましょうか。 YouTube タップして、この私のシャッター音消したいという動画再生してみましょう。はい、この通り普通にですね YouTube 再生することができています。これいいですね。なのでこれ大画面ですので、こんな感じ、このくらい大画面。iPhone で見てるとこの奥のが iPhone なので、この画面じゃなくてこの画面で外で楽しめると。
なったら全然変わってきますよね。これはいいですよね。当然ツイッターもね、このように楽しむことができますし、他にもこの Apex モバイルですね、この Apex モバイルなんかもこれ普通にすることができます。ちょっとこれはプレイもしてみますか。はい、普通ネットワークにねログインしてないと起動すらしないんですけれども、これ起動してちゃんとプレイすることもできます。はい、こんな感じでね Apex も始めることができました。ちょっとジャンプしちゃいましょう。はい、普通にプレイできてますね。こんな感じです。これそもそもこのね iPad 第9世代が優秀ですよね。これだけ Apex が普通に動くというところもすごいんですが、はい、まあ、こんな感じで普通に動きますので、外でねこの大画面でApex を楽しむことも可能になります。あとはもちろんここにあるように原神とかブックですね、本なんかもやっぱりね iPhone で読むと結構ちっちゃいですけれども、はい、本だとねちょっとお見せできないものが多いんですけれども、この Apple のね iPad ユーザーガイドならお見せできると思うので、このようにね本もね漫画だったらこう見開きで普通にたくさん大きく読めますからね、これも本当にね漫画読むには iPad 最適ですので、外でねダウンロードして買うことも可能ですし、 iPhone で買ったものを iPad にね同じ Apple ID ならダウンロードして iPad で読むことが可能ですので、ぜひね iPad 外でも使ってみてください。すごくね楽しいです。これでね本領発揮ができると思います。はい、ということでね iPad いかがだったでしょうか。今回ですねこの田舎からお送りしましたけども、ぜひね今回説明したインターネット共有、一般的にはテザリングと呼ばれるものをこちらの方で、ね、活用していただきたいと思います。もしですねこのテザリングというところ、この契約についてよくわからないところがあったらコメントいただければお答えいたします。結構ね各社違かったりするので、申し込み不要とか申し込み要とか、その辺がですね大手だけは調べたんですけれども、格安 SIM となるとたくさんあるので、もしよくわからんという方がいればコメントで言っていただければ私の方でお調べしてお伝えしますので、ぜひね iPad 活かしてほしいと思っております。最初に言った通り iPad 購入迷っている方のために33個 iPad ができることというのをまとめております。こちらでですね iPad ができることをどんどんテンポよく紹介しておりますので、購入迷っている方はぜひねご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。